ドラムスクールの森田です。本日は前回のねドラム譜の読み方編ということで、2本目の動画となります。1本目は拍子についてね、4分の4拍子、4分の4拍子とか4分の3拍子とかについての説明と、あと基本的な音符ですよね。4分音符、8分音符、16分音符について説明させてもらって、一緒に叩いてみたいな、なんかそんな感じの動画を配信させていただいたんですが、じゃあ次はちょっとね前回の続きということで実践編ということで、前回こうやってこう並べてパン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 並べたやつをマゼクチャにねこう置き換えたやつが、こういうもんなんですよ。なんか皆さんよくねこうドラムのね教則本とかもそうやし、なんかこう楽譜を開いた時になんかよく見えにするのはこういう感じやと思うんですよね。で、あこうなるとあわからないダメだっていう人は多いと思うんですが、こんな風に読んだら確実に読めるようになりますよっていうような話をさせていただきます。で、前回のおさらいとして、まずは四部8部、16部の音符を、これをしっかりと思い出してください。前回ちょっと説明しなかったんですけど、9符っていうのもあるんですよね。こう音符、9符っていうのがあるんですけど、なんか四部9符は、なんかこの、何 ?3 のこう逆みたいな感じの形で、8部音符の場合は、旗が1つなんですけど、8部9符の場合はこの、こう、チョンっていうのが、こう1個ついてるんですね。で、16部音符の場合は旗が2つあって、で、チョンが2つ、チョンチョンってあるのが16部9符っていうやつです。で、形は違うんですけど、長さは一緒なんで、これを、9符に置き換えたとしたら、こう、うん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 、みたいな、長さは一緒ですね。感じ方としては一緒ということになります。これは、またちょっとね、後々こう出てくるので、また後でちょっとやってみます。で、こうなったらね、読めへんわっていう人っていうのは、結構多いかなと思うんですが、よくね、こう教本とかやったら、こんな感じでこう手順がね、書かれてあったりするかもしれないんですが、これをなんかね、こう順番に叩く前に、まずはね、これ自体の音をやはりしっかりと理解する必要があるんですね。これでちょっとよくわからないっていう場合は、もうこれ最高の必殺技なんですが、4等分してください。この音符すべて、前回ちょっと説明させてもらった、こう4分の4拍子の音符なんですよ。この音符たちはね。こう4拍の中に存在してる音符たちなんで、必ず4等分できるんですよ。で、これどこでじゃあ、4等分するかっていうのを、5秒考えてください。はい。正解は、ここと、ここと、ここです。これで、1、2、3、4。こうやって区切ったら、なんかわかるような気がするじゃないですか。前回の、この、これを思い出してみると、これ、タン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 。タン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 タカ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 っていう感じで数えて読んでみると、タンタンタンタカタカタン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 タカタカタン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 タカタカタンで、これを実際に読めると、タンタンタンタタタタタン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 タタタタタン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 みたいな感じで読めるようになるんですね。よくわからんなーっていう時は、こう必ず4等分してください。読み方のコツなんですけど、これね、16分音符とか四分音符とか8分音符とかっていうのは、これ一旦忘れてもらって、形をね、覚えることが大事なんですね。こう音符を読むことって。で、形と音を一致させて読めるようになるんですよ。で、これ言葉に置き換えるとよくわかるんですけど、例えば、おはようっていう言葉あるとするでしょ?おはようっていうこの、言葉があるとしたら、これを読むときに、これ、あ行の一番最後の、あいうえおと、あかさたな、は行の、一番目と、っていうような読み方をしないじゃないですか。この形を見たときに、おはようっていう音をイメージするんですね。なので、この形を見たときに、タン、四分音符っていうイメージよりかは、タン。この形を見たときに、タンタン、タカタカ、タンっていう音をイメージすることが大事なんですよ。だから形と口で歌うっていうことによって、形を見たときに、おはようを見たときに、おはようっていう音をイメージできるように、タカタカのこの16分音符の連なりを見たときに、タカタカっていう音をイメージすることが大事なんですね。だからこの音符を読むときは、もう言葉を本当にね、読むような感じで、イメージすると分かりやすいのかなと思います。
じゃあ2番目、これを4分割してみてください。これもね5秒考えてください。はい、わかりましたか？4等分できましたか？やってますか？ちゃんと4等分するとこういうことになります。これはちょっと引っ掛け問題でしたよね。このここでね悩む人っていうのはもしかしたら多かったかもしれないんですが、8分符はなんかね書き方的になんか4つぐらいつながって書かれることが多いんですよ。こうやってこうやって4つぐらいつながって書かれることが多くて、でこれと16分符が混合しちゃってよくわからんなっていうことになっちゃうんですが、まあ、見分け方としては、まあ、上の線が1個なのか、この旗が1個で上の線が1個なのか、それから旗が2つで上の線が2本なのかで見分けるということになります。だから4つつながってても区切りとしてはこういう区切りですよね。こうやって4つに区切ったらカウントするとこういう感じですよね。じゃあこれを実際に読んでみてください。1 2 3 4 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 1 2 3 4
ンタ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 カタカタン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 タカタカタン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 タカタカタン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 叩くとタン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 タカタカタン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 タカタカタン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 タカタカタン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 タタカワンツーという感じです。じゃあどんどんいきましょう。3番目のこれは分かりますか。こう休符が混じるとあ無理だってなる人もいると思うんですが、これもねもう絶対に4分割できるんで5秒考えてみてください。はい、わかりましたか。4分割するとこういうことになります。はい、まあここですよね。この辺で迷ったと思うんですが、まあ、これ8分音符っていうのが1拍に対して2発なので、この2発のうちの1個目がこう休符になって、まあ、こういう形になるという感じですよね。これもねさっきと説明同じなんですけど、8分音符はタンタンじゃないですか。タンタンで、でこれが休符になったらそのままウンになるのでウンタンっていう感じですよね。だからこれはもう8分休符8分音符あーっていう感じじゃなくて、この形を見たらウンタンっていうことを思ってください。もうあの8分音符と、8分休符を別々に考えるんじゃなくて、8分音符セットのこの音符、これはね本当によく目にするので、このセットの音符でウンタンっていう感じで覚えてください。ということで、これをじゃあ実際にカウントしながら、まずは読んでみましょう。いう感じです。じゃあ最後、これですよね。これも4分割してみてください。もうなんとなく分かってきたんじゃないですか。はい、ということで、4分割するとこういうことになります。はい、これがちょっと悩むところですよね。そう、ここのね説明をすると、8分音符1つで16分音符2個分の長さがあるんですよね。これってなんとなくわかりますか。このタン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 、このタンタンがタカタカなので、このタンがタカタンタカになってるみたいな、この8分音符1個で16分音符2つ分の長さがあるんですが、このさっきのウンタンウンタンがウンタタになってるって感じですよね。ウンタタ
なので、これもね、8分音符と16分音符2つやから、っていう感じじゃなくて、この8分音符と16分音符がくっついてる音符を見て、うんたたって読めるようにします。これも実際に口で歌いながらやってみてください。これも上に数字を書くとこういう感じですよね。じゃあ、クリックに合わせて実際に歌ってみると。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、ちょっと難しいかもしれないですね、これ。3、4、1、2、正解は、4、タンタン、トゥンタタタン、タカタカタンタン、トゥンタタタン、タカタカタンタン、トゥンタカタン、タカタカタンタン、トゥンタカタン、タカタカタンタン、トゥンタタタン、タカタカタン、トゥンタタタン、タカタカタンタン、トゥンタタタン、タカタカタンタン、トゥンタタタン、というような感じです。どうですか？でもちょっとなんか読めるような気がするじゃないですか。なんかこう4等分するとなんかこう一拍に対しての音がちょっとイメージしやすいのでちょっと読めるような気がするっすよね。宣伝するみたいでちょっと非常に止めないでくださいね、動画を。はい。なんかこのドラムスティックコントロールっていう僕の教則本は一応ね、この一拍に対しての音を、全部書いてるんですよ。だから、さっきのこのタンタンとかっていうのもこのこの音符を見たらタカタカとかウタタタとかタンタタみたいな感じで一応ねこの一拍のこのタイミングをよく使うやつをこうやってまとめてるんですね。で次のページで一応なんかこういうドリルをねこう用意してるんで、まあ、もしね教則本これ持ってる人がいたらこう4等分してもらって4等分してもらってちょっと読む練習をしてみてください。でこの音符よくわからんなーって思ったらこの隣のページに戻ってこのここで使われるやつはこれやったなみたいな感じでやってもらうといいかなと思います。まあ、このドラムスティックコントロールでなんかねすごく使えるところは僕このドリルなんやろうなと思ってるんですよ、このページ。だからこの教則本持ってる人はぜひねこのページを活用してみると音符苦手な人も読めるようになるのかなと思います。で一応このドラム譜も載ってるんでハイハットの位置とかねスネアとかなんかいろいろこう載ってるので、一応そんな感じで、宣伝するみたいな感じで、ちょっと申し訳ないんですが、まあ、口で歌って、音符が読めるようになる、本だと思うんで、ぜひね、ちょっと合わせて活用してもらえるといいかなと思いますかね。はい、そんな感じで、第2回目は終わりにしたいと思います。3回目からね、ちょっと16分音符と8分音符がくっついたやつとか、なんかちょっとね、ちょっとずつ音符が難しくなっていくかなと思うので、まあ、次回もぜひやってみましょう。こんな感じで、おります。ありがとうございました。さよならー。